外部に連絡事項ね。もうすぐ文化祭の実行委員会が開かれるので、クラスの代表者を決めます。立候補か、まあ推薦でもいいよ。はい、白井さんがいいと思います。は？ゆずきさん、白井さんはまだ学校に来たばかりだから、いきなりは難しいんじゃない？どの道、みんな何かしらの委員会には所属しなきゃいけないじゃないですか。せっかくならみんなと関わる係になった方が学校になれやすいと思います。あっちのクラスも似たような感じだし、いいんじゃないですか。私と柚木でサポートしますから。ライムさんまで。みんなはどう？別にいいんじゃない。賛成。いいと思います。じゃあ白井さんできそう？世界とは思えない不思議な場所。生物なのかもわからない。敵。このもう踊れなくなった膝が動いて、ありえないくらい体が自由で力が湧いてきて、しかもあんな姿に変身して、本当、非現実的だよね。だけど、信じられないけど、やっぱり、あれは現実。それに、この二人の声。あの時、聞こえた声と似てる気がする。有名なんだよ。
雑誌とかの取材も毎年来てるみたい。そうなんだ。中でも実行委員が中心になってやる学年ごとの出し物は関わる人数も多いから特にすごいって有名なの。実行委員になるなんてやっぱりひなこちゃんはすごいよ。そうだったんだ。でもほとんどあの二人のせいだから。ゆずちゃんとライムちゃんは行動力がすごいからね。特にゆずちゃん。あの二人って一体？師匠ゆずきちゃんと師匠ライムちゃん、同学年だけど双子じゃない姉妹なんだって。二人とも中学までは海外の学校だったみたいで、高校から日本に引っ越してきたんだよ。そうなんだ。長話しちゃってごめんなさい。お昼楽しんできてね。ありがとう。白いひな子、まさかね。気持ちよかった？え？思いっきり動けて！リフレクターってすごいでしょ？リフレクターって今朝の？やっぱりあなたたち何か知ってるの？あれは何？どこ？何が起きたの？あの化け物は何？どうして私の足は動いたの？あなたたち何を隠して。あら、凛ちゃんじゃない。どうしたの？まだ来たばかりなんだから仕方ないよ。
真田凛だよ。同じ1の A で部活はテニス部。よろしくね。どうも。それで凛に暗い顔してどうしたの？いや、別に大したことじゃ。ズバリ、恋の悩みね。なんでわかるの？ああ、当たった。ライム。だって、女子高生の悩み事で一番多いのは恋バナでしょ？まあ、そうかもだけど。よかったら相談に乗るよ。内緒にしてくれる？もちろん。ね、ひなちゃん。それで、どういう感じなの？実は、中学の時から好きな先輩がいて、どうしたらいいか悩んでるの。その先輩ってどんな人なの？テニス部のエースでキャプテンしてた人なの。地区大会でいつも優勝してて、都大会でもシードの選手なんだ。すっごい、超テニス強いじゃん。そうなの。それに勉強もできて、学年でもかなり上位だったんだ。高校もちょっと遠い進学校に行ったの。へえ、じゃあ最後に会ったのは中学の時？ううん、たまに後輩を教えるために練習に来てたよ。その時に少しお話しするくらいかな。あと、たまにスマホで連絡してるよ。たまに、なんだ。だって、先輩忙しいだろうし、あんまり頻繁に連絡したら迷惑かなって。それで、結局悩みは何なの？先輩にね、告白しようと思うの。おお、いいねいいね、それで？けど、どうやって伝えればいいか分かんなくて。手紙とかは？でも同じ学校じゃないし。確かに、手渡しなら直接言うのと変わらないか。お家のポストに入れるのは？ストーカーみたいじゃない？郵送するのもなんかあれだし。電話とかメールはどう？それは仲いい友達にも言われたんだけど、もし振られて連絡しづらくなったら困るし。白井さんはどう思う？え、私？うん、何かないかなって思って。普通に直接言うのはダメなの？だって恥ずかしいんだもん。それに緊張してちゃんと話せそうにないよ。でも、そんなことばっかり言ってたら、いつまで経っても告白なんてできないよ。そんなのわかってるよ。だから悩んでるんじゃん。どう
形は何であれ告白するべき。じゃなきゃ何も始まらない。分かってるんだけど怖いんだもん。じゃあ先輩から告白されるのを祈って何もしないの？ひなちゃんはどう思う？私どうしたら。告白される自信なんてないし、どうしよう。私わかんない。そんなの知らないよ。二人の気持ちなんてわかんないし、そういうのは自分で何とかするしかない。他人に頼るのは間違ってる。ここはコモン。人の集合的無意識の世界。サナエちゃんの時とは違うゾーンみたいだけどね。どういうこと？集合的無意識っていうのはね、人がそれぞれ持ってるコンプレックスのさらに奥にある無意識なの。無意識はその人の経験とか生活する環境から大きな影響を受けてるんだけど、その奥底には共通したベースがあるの。そのベースが具現化したのがここコモンだよ。簡単に言うと、ここは全人類の感情でできた世界。大きく4つのゾーンに分かれていて、それぞれ違う感情が元になっているの。今回は悲しみの感情でできたゾーンみたい。そうそう、そういうこと。なんとなく分かったけど、どうしてサナエの時と違うってあなたたちは知ってるの？ユズたちも見てただけ。やっぱりあの時の声はあなたたちだったんだ。うん、学校に来てからひなちゃんのことをずっと見てたから。ユズたちはずっと待ってたの、ひなちゃんのこと。一緒に世界を守るために。待ってた。それに世界ってどういうことなの？ここにも出るの？ちょっと！
話はこいつらを倒してからにしましょう。ひなちゃん、一緒に戦って。分かった。教えてくれるんでしょ、この力のこと。うん、リフレクターはね、フラグメントの力で戦う魔法少女なの。フラグメント？正しくはエーテルフラグメント。人の強い感情によってできる思いのかけらのこと。ひなちゃんも今朝さなえちゃんのに触れたでしょ。あれがフラグメントだよ。魔物からフラグメントを守るのがリフレクターの仕事なの。でも中にはフラグメントを固定化してみんなと力を共有できる人もいる。固定化？ひなちゃんがまさにそうだよ。もうナエチンのフラグメントを持ってるしね。ナエチンってサナエのこと？それにフラグメントを私が持ってる？その指輪から伝わるはずだよ、今朝固定化したナエチンの気持ちが。なんか感覚的にだけど確かに存在するのはわかるけど、どうやって固定化したんだろう。フラグメントに触れたとき、ナエチンの感情が流れ込んできたでしょ。ひなちゃんがその感情を理解できたからだよ。どういう意味かはわかるでしょ。そうやってフラグメントを集めて力を蓄えるの。原始という強大な敵を倒すために。強大な敵？今戦ったあいつらじゃないの？あの魔物たちは原始たちの力の影響で顧問がおかしくなって生まれてきた下っ端。原始はあんなものじゃない。まずはリンリンのフラグメントを探しに行こう。なんで私が？あのまま放っておいたらリンちゃんのフラグメントは壊されちゃうよ。壊れたらどうなるの？精神が傷つく。フラグメントはあくまで思いのかけらだから、一つ壊されたくらい問題ない。だけど何個も壊されると最終的には精神が破壊され死に至る可能性もある。それでも行かない？もし顧問で魔物にやられたらどうなるの？現実世界に戻されるだけ。特にリスクはない。
かった。行く。リンちゃんのフラグメントはこの近くにあるはず。急ぎましょう。あれがリンのだってわかるの？いや、わかんないよ。え？ただ、普通フラグメントって出たり消えたりするものなの。人の感情なんてすぐ変わるから。だから、ああしてずっと残ってて、しかも魔物に囲まれてるフラグメントは持ち主が暴走してる可能性があるってわけ。でもリン以外に暴走してる人がいる可能性もあるんじゃない？確かに可能性はゼロじゃないけど、その確率は低いよ。今回はリンちゃんを目標にリープしたから。リープ？現実世界からコモンに移動することだよ。ユズたちはコモンリープ、リープするって呼んでるんだ。コモンはみんなの集合的無意識の世界だから、誰を介しても入れるんだよ。だけど何の目標もなくリープしたら、この広いコモンのどこに出るかわかんない。だからあらかじめ目標とするフラグメントを狙ってリープするの。それで今回のターゲットはリンリンだったってわけ。まさかあなたたちわざと。さあ、話はこれで終わり。あの魔物たちを倒しちゃうよ。わかった。
図星ね。だってさっき私のせいでリンは、それなのに理解することなんて。大丈夫だよひなちゃん、この付近の魔物は倒しちゃったから、もうリンリンの暴走は収まってきてるはず。ひなちゃんが固定化に失敗したとしても、リンリンが傷つくことはないよ。でもそれなら無理に固定化しなくてもいいんじゃ。けどそれだとリンリンと気まずいままでずっと避けていくことになるよ。それでもいいの？それはフラグメントのリンリンの声をちゃんと聞いてみて。どんな思いで相談したのか、なんで暴走しちゃったのか、まずは聞かなきゃ何も始まらないよ。わかった、やってみる。どうして自分で決められないんだろう。これはやっぱりこのフラグメントはリンのだったんだ。本当は分かってる、自分で決めなきゃいけないって。でも私、決めるのが怖い。決めたらもう戻れない。成功したい、けどもし失
私も一緒なのかも。ずっと決断できなかった。怪我してバレエを失った時、バレエのない人生を生きるって決められなかった。ありがとう。いきなり一日に二度もフラグメントの固定化をしたから疲れちゃったんだね。さっきまであんなに動いても疲れなかったのに。ライムたちリフレクターは感情のエネルギーエーテルを使って戦ってる。だから感情に直結するフラグメントの固定化は一番エネルギーを消費するの。エーテル、フラグメントじゃなくて。うん、エーテルは活動するのに絶対になきゃいけない空気みたいなもの。ふん。じゃあそろそろ戻ろう。あれ、まだ悩んでる。暴走を止めただけだからね。悩みを根本から解決したわけじゃないもん。悩み自体はちゃんと現実で解決してあげないと。そうなんだ。大丈夫。フラグメントを固定化できたってことは、ひなちゃんはリンリンの気持ちに共感できたってことだよ。ひなちゃん、早く伝えてあげて。さ、やっぱり先輩と会うところから始めるしかないと思う。どんなに緊張するとしても、直接言葉で伝えるのが一番思いが届くんじゃないかって。でもまずは踏み出さないと何も変わらないと思う。白井さん。そうだよ、まずは先輩に話してみなよ。ゆず、うん、二人の言う通りだね。私、まずは先輩に会いに行くよ。そうそう、その息だよ。勇気を出した女の子にはこれを信じよう。何？この指輪。それお守り、つけるといいことあるよ。
ことは、ひな子でいいから。わかった。じゃあね、ひな子。次は何て送ればいいか、悩まなければいいけど。どうしたの、ひなちゃん。さっきの指輪、あれって…そう、ライムたちがつけてるのと同じものだよ。さっき固定化してくれたタイミングで作れるようになったの。あれをつけることで初めてリフレクターとのつながりができる。つまり、いくらフラグメントに触れたとしても固定化できなかったり、指輪がなかったりすると力は得られないの。じゃあ、うん、もうナイチンには渡してあるよ。そんな、心配しないで。この学校、これくらいのアクセサリーなら全然オッケーだから。そうじゃない。なんであの二人も巻き込むの？そうしないと原子を倒すことができないから。早くもっとフラグメントを集めて力をつけないと原子を倒せないの。そしたら世界は、世界が滅んじゃう。世界、嘘でしょ。お願い、ひなちゃん、一緒に戦って。ゆずたちと一緒に世界を守って。そんな、なんで私が、なんで私なの。戦ってくれたら報酬だってあるのに。報酬？うん、リフレクターとして戦って全ての原子を倒せれば、たった一つだけ何でも願い事が叶うの。願いか。そう、心から願うことが一つだけ叶う。戦いが終わると世界は元あったように戻されるんだけど、その時勝者の願いを一つだけ汲み取って望むような変化が起こる。それって何でも願いが叶うってことでしょ。ひなちゃんの願いは何？これは…やばい！急いで教室に戻ろう！次の先生、遅刻に厳しいんだ！どの道、今日はもう力を使いすぎてるから、活動は無理だし。この話はまた明日にしましょう。願いが叶う。ライム、急がないと本当に間に合わなくなる。そのために準備してきたんでしょ。分かってる。だけど絶対に守ってみせる。